どうも、九州タワードです。はい。皆さん、秋冬、買ってますか？僕はですね、今季、やっとですね、念願のとあるアイテムゲットしたので、そちらを今回ね、ご紹介していきたいと思うんですけれども、つまり、まあ、今回は僕の購入品紹介となっております。では早速ですね、僕が今回何を買ったか、何を紹介するのかっていうところですね、こちら。はい。はい、今期僕が念願だったアイテムというのがこちら、サイのデニムでございます。まあ実はこのアイテム、まあ、一目惚れしたというかそういったアイテムになるんですけれども、まあ、昨シーズンからね、僕実はまあ皆さんご存知の通りサイにハマってるじゃないですか。昨年はですねアウターなんかをまあ、購入はしたんですけれども、今季はサイ一発目としまして、こちらデニムをご紹介していこうかなと思います。まあ、このサイのデニムですね、まあ、サイらしいこだわりの詰まった一本となっておりまして、もう僕は本当に一目惚れ、ガシッと心わしづかみされたようなアイテムでしてね、その魅力というのをね、今回皆さんに存分にお伝えできたらいいのかなというふうに思っております。ということで早速ご紹介をしていきたいんですけれども、いやまあその前に、商品紹介の前に、いやタッツ今期というかもう最近デニム何本買うとといったねコメントもしかするとあるかもなんですけれども、僕にとってはデニム白米と同じです。何本あってもいい、そう何本あってもいいです本当に。まあ、僕も最近お店に立っていて、まあ、デニムを探されている方なんて、ね、結構、ね、いるのかななんていう風にね思ったりもするんですけれども、やっぱね動画の向こう側にもデニム探されている方たくさんいるんじゃないのかなと思ってます。なので、まあ、そのね、まあ、そういった方々の、まあ、少しでもご参考になればいいのかなと思ってます。ということで早速こちら詳細、アイテムの詳細の方をねご紹介はしていきたいんですけれども、まず商品名がですね、ペグトップジーンズですね。まあサイの実は定番です。サイといえばなデニムになっておりまして、もう本当にサイのこだわりがめちゃくちゃ詰まったデニムです。まあ、まずその、まあ、シルエットなんですけれども、まあ、ペグトップっていうのがね、英語で洋梨の形をしたコマ、まあ、僕もね初めてこれを読んだ時は全然ピンとこなかったんですけれども、まあ、簡単にご紹介すると、まあ、シルエットはこのような感じで、まあ、渡りがややあってテーパードが効いている、ややこう全体的にこう丸みを帯びたシルエットというのがね特徴ではございます。まあすでにねシルエットでやや一癖あるなというところで、まあやや癖好きの僕にとってはかなりもうツボなんですけれども、ただですねこちらデニム、そのシルエット全面から見ると一見オーセンティックなデニムのように、まあ、感じる、何の変哲もない、まあ、シルエットだけちょっと変わってるなというようなデニムにね感じられるかもしれないんですけれども、背面見てください、人の文字が分かりますか？そうです、大きく人という漢字がお見受けできるかと思います。人という字は人と人が支え合ってできている、どこかで聞いたことあるようなセリフです。まあ、それは全く関係ないんですけれども、僕はこのバックのシルエットパターン、ここに一目惚れをして、まあ、念願のデニムというところになるんですけれども、まあ、近くで見てもらいましょう。はい、まあ、このようにですね、分かりますかね、まあ、通常ガゼットってこう股の下にねちょこんとあるだけだったりするんですけれども、これはサイ、人間の本当に体に沿うように、まあ、緻密に計算されたパターンにはなっていて、このガゼットがお尻の股からですねグググググッとグググッと裾までつながっているよというね、まあ、そのようなもう後ろを見ればあこれサイのパンツじゃんというのが一目瞭然なパターンだったわけです。まあ、男は背中で語るなんて言いますけども、サイのデニムはお尻で語ると、そのような感じかなと思ってます。でさらにですねこれね、よく見るとここ切り返しまくってるんですよ。1枚2枚3枚、さらにはステッチも黄色とレンジで使い分けられている、なんと、はい、このパターンだけでもかなりの癖があるというか、わさすがサイさんだなと、まあ、ベーシックな、まあ、ブランドさんですけどかなり癖出してきたなと、まあ、サイらしいなというようなところで、さらにそのステッチまでというところで、
もうめちゃめちゃこだわってるじゃんと。もうこれはね、正直僕、冒頭で白米とお伝えはしたんですけれども、もうこれでご飯3杯4杯5杯といけちゃう。それぐらい僕はもうおうおうおうと、菜らしい1本じゃんと、すごくええじゃんというようなね、すでに大変お気に入りのパンツです。まあ、実際ね、これもうしばらく履いた後というか、ゲットしてからね数週間は経っていて、めちゃめちゃ気に入ってはいるんですけども、本当に買ってよかったなこれはと、正直すでに大満足で、まあね、シルエットだけじゃん、パターンだけじゃんと思わないでください。こちらちゃんとね、作りもねこだわっていまして、まず生地なんかはですね、いわゆる米麺ですね、サンホアキンの蝶々麺を使用してはおりまして、まあ、デニムながらですね、ちょっと上品な光沢感のある仕様になっています。まあ、加えてディティール、細かいところを見ていくと、オーセンティックなゴポケの仕様にはなっていて、ちゃんとねこれ隠しリベットなんかもねついてるんですよね。はい、いやー、なるほどと。すごくパターンは癖あるのに、ディティールはかなりベーシックなところがまた才らしいなと。でちゃんとセルビッチの、ね、仕様にもまなっていて、はい、やっぱちゃんと抑えるところは抑えて、パターンっていうところだけで言うと、もうすごくブランドらしさがこう出ている、まあ、いうところ、まあ、そこは本当に個人的に、まあ、大満足、めちゃめちゃええやんと思っております。はい、という感じで、まあ、今シーズンもこのデニムはゲットしたんで、まあ秋冬のシーズンこれなんかはね、まあ僕はやっぱちょっと今シーズンやっぱこうね、アメリカ US の気分になったりするんで、コンブレなんかで合わせてね、バジンとジャケットパンスタイルでね合わせたりしてみたいなと思っていたりとか、あとやっぱり形がなんか、まあ、デニムなんですけど、やっぱテーパーでも綺麗に効いてはいて、トラウザーズっぽい感じではあるんですよ。なんで、まあ、ドレス感のあるシャツのタックなんかも結構バチバチに決まって、わっ、この感じもすごく好きだなと思って、秋口なんかはね、ちょっとそういう少しドレスっぽいシャツをタックインしてバチバチしていきたいなと思うようなデニムです。なので、まあ、皆さんですね、まあ、ちょっとデニム苦手だなという方、ちょっとその土っぽさ、やぼったさが苦手だなという方はですね、このちょっとトラウザーズ寄りな雰囲気もあるタイのデニムですね、これだと非常にね、個人的にはデニムなんですけど、ちょっとデニムっぽくない雰囲気で履けてええんじゃないのかなというようなところで、まあ、そういった面もね、個人的にはおすすめではございます。まあ、ということでですね、今シーズン僕の念願のデニムということでね、サイのペグトップジーンズご紹介いたしました。ちなみにお値段はですね、29,000円プラスタックスでございます。ということで本日の動画以上となります。皆さん今回の動画いかがでしたでしょうか。まあ、これからこいつね、どん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 僕のインスタの方に、ね、上げていきたいなと。最近サボり気味なんで頑張って起こします思ってはいるので、スタイルの参考をね、デニムスタイルの参考にしていただけると嬉しいかなというふうに思います。では皆さん、また次回もお会いしましょう。